夢に向かって頑張るあなたへ、さまざまなシーンであなたの夢を応援します。清水ピアカードローン、詳しくはウェブで清水銀行。そうですね、まあ、仙台で、まあ、出る機会が少なくて、やっぱ自分自身試合に出たいということもあって、でエスパルスの方も、まあ、そのタイミングでオファーいただいたんで、まあそうですね、このチャンスにかけてみたいと思います。まあ、若い選手が多くて、結構みんな生き生きサッカーしてると思います。そういう人です。まあ、僕自身、関西に小学生の時、毎年、まあ、少年草サッカー大会で静かにとって、そこでエスパルスの選手も結構交流あって、まあ、すげえなと思ったり、だからそういうふうに、まあ、子供の、まあ、手本っていうか、まあ、いい影響を与えれる選手になりたいです。結構車で運転しとって、やっぱ、サッカー熱がすごいなと。静岡全体のサッカー熱がすごいなと。どこの小学校でもやっぱ、小学生がサッカーしとって、やっぱそういうのが、やっぱサッカーが盛んな地域なんだなって、つくづく思います。清水エスパルス、闘志なきところに勝利はない。己の全てをかけて、さあ、這い上がる時が来た。8月11日、ビファーレン長崎。まあ僕自身、体重の守備だったり、まあ、ロングスローだったり、まあそういうところをチームに貢献したいと思います。まあ、ピッチに立った時にやっぱすごく応援してくれてる、まあ、熱狂的と思うんで、まあ、力になってくれてると思います。背番号26、二見博史です。一個一個の目の前の試合を大切にして、でその一戦一戦に集中して、で、まあ、徐々に、ちょっとずつ J1 に近づいて、で、最終的にはしっかり皆さんと一緒に J1 に上がりましょう。よろしくお願いします。夢に向かって、頑張るあなたへ。さまざまなシーンであなたの夢を応援します。清水ピアカードローン、詳しくはウェブで清水銀行。清水エスパルス、闘志なきところに勝利はない。己の全てをかけて、さあ這い上がる時が来た。8月14日、エノファ山口 FC。